ウェルター級のワンマッチです。外ヘボヒロト選手 VS アリー幸太郎選手です。まずはアリー選手お願いします。あ、アリーです。まず対戦相手の印象なんですけど、まあ、あの頭空っぽないいやつって感じです。まあ、オーディションからいろいろあって、まあ、僕のこと大将とか下っ端とか、まあ、ネット上の、まあ、間違った情報に踊らされてるやつとかもいて、まあ、この舞台初戦そんなレベルだなって感じですね。まあ、人生かけるほどじゃないですね。で、まあ、僕が、まあ、こんな舞台に、まあ、夢かけてるやつとかどうでもよくて、まあ、本当にメッセージを伝えたいのは、まあ、あの1週間後に受験を控えて、まあ、本当の意味で夢を叶えようとしている受験生たちですね。まあ、こんなしょうもないもん見てないとは思うんですけど、まあ、もし見てたら、まあ、今すぐ画面閉じて赤本開こう。まあ、あのブレイキングダウン1分に人生かけるとか言ってるんですけど、まあ、あのお前らが今頑張る1分1秒の方がよっぽど価値あると思うんで、まあ、こんなところに出てる大物気取りのやつらより、まあ、将来大物になれると思うんで、まあ、応援してます。頑張ってください。ありがとうございました。続いて外ヘボ選手お願いします。外ヘボヒロトです。まず明日このような素晴らしい会場で戦えることを本当に光栄に思っています。明日の戦いに勝ってカエちゃんにいい報告ができるように一生懸命頑張ります。ペーパービュー配信の、まあ、一発目っていうことでバチバチの殴り合いで盛り上げたいと思います。アリーさん気持ちのいいバチバチの殴り合い明日お願いします。夢壊してやる。ありがとうございました。続いては第9試合ウェルター級77キロ契約キックルールワンマッチ、アリー幸太郎 VS 外ヘボヒロト、両選手リングに上がってください。まずは青コーナーアリー選手から体重計に乗ってください。アリー選手 74.45 キロ、クリアです。続いて外ヘボ選手お願いします。外ヘボ選手 76.80 キロ、クリアです。それでは両選手前方に出てください。ファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスでお願いします。ありがとうございました。それでは青コーナーアリー選手から意気込みをお願いします。まあ、僕はあの今日という日を、まあ、素通りするけど、まあ、対戦相手にとっては、まあ、今日という日が、まあ、人生の分岐点だと思うんで、まあ、頑張ってください。続いて赤コーナー外ヘボ選手お願いします。この試合に勝って母ちゃんに会いに行きたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは両選手リングから降りてください。続いては第9試合です。